皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日はダイヤモンド社から出ている東大教授が教えるヤバい日本史という本を紹介します。どこがヤバいかって言ったら、まず書いてある文、砕けた言葉、めっちゃ砕けた言葉を使ってある。そしてもう一つはデフォルメが結構すごいんですね。この部分がヤバいに当たると思います。ですから真面目に歴史を勉強したい人、または歴史を勉強している人がこれを読むと怒り出したくなっちゃうと、そういうとんでもない日本史の本、こんな風に言えます。この本は教科書で勉強したことがある有名な人物ですね。これを裏の姿を含めて大きめのイラスト付きで面白おかしく紹介しています。そしてその人物が出てくる時代、その時代の流れを漫画で、また人と人との関係、相関関係、これを図にして好き嫌い、こんな感じで紹介しているんですよ。この人物とこの人物は好きだった、ね、この人物はこの人物と仲が悪かった、嫌いだった、こんな風に紹介しています。でもこれって重要なポイントをしっかり押さえてあると、ね、このところがやはり東大教授が教えるというようにあるようにすごいなって感じました。人物のまた描き方、これが短いドラマのストーリーのように紹介しているので、その人、その人物を身近に感じることができます。またじゃあ学校の勉強にこれって役立つのって聞かれたら、すごいテストの点が上がるかって言われたら、これちょっと無理でしょうね。じゃあ授業が分かるようになるか、これは少しだけね、人物と人物の関係が分かると少しだけ分かるようになるかもしれません。でも一番大切なのはね、歴史って面白いかもって感じてもらえるって、この部分がやはりこの本の魅力だと思います。歴史が嫌いだった人もこれを読むと、物語を読んでいるようで、あ、面白い、ました一つの人物に対しての文章、短いので、文が短いのでね、あ、短い中で、あ、こんな面白い人物だった、そういうことを感じてもらえる本だと思っています。皆さんぜひね、図書館なんかに行ったらこの本探してペラペラってめくってみてください。今回は東大教授が教えるヤバい日本史、これについて紹介しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。